好，我叫次语音。皆さんこんにちは。神長屋中学校3年赤羽さくらです。今日は私の志を皆さんに伝えます。よろしくお願いします。私は話をするとき、まず中国語で考え、日本語に訳してしゃべります。日本語は不自由なく話せますが、時々あれ、この言葉日本語で何て言うんだっけと考えることがあります。普段母とは中国語、父とは日本語で話をしています。私の志は民族や文化の違いに戸惑っている人のために、それぞれの国の良さを伝えられる人になって、異文化を認め世界を築くことです。私は中国の母方の祖父母に育てられました。祖父母は私のことを桜の子と書いてインズって呼びます。私はずっとその祖父母が自分の親だと思っていました。5歳の時日本に来て母と暮らすようになりました。日本の小学校に通い、日本語は話せず中国人と毎日言われました。私の顔を黒板に書いてバカにしたり、指さして笑われたいと毎日が辛く悲しかったことを覚えています。小学3年生で中国に戻りました。赤いランドセルを背負って中国の小学校に来ました。日本では当たり前のランドセルがよほどおかしなものに見えたのでしょう。日本人、日本人、別过来、別过来。あー、日本人、日本人、近づくな、近づくな。と周り中から囃し立てられました。いつの間にか言われなくなりましたが、学校で日本や戦争についてのテレビを見ると、また日本人と始まります。幼いながらも二つの国には深くて長い川が重く重く横たわっていることを実感しました。小学5年生で日本にもいました。勉強は大変でしたが、言葉は何とか話すことができました。また以前のように中国人と毎日のように言われました。中国で日本人、日本で中国人なんて言われる子供は私くらいのものでしょう。中国と日本、二つの国にルーツを持つ私には悲しい言葉でした。この言葉を耳にするたびに、中国の懐かしい風景や日本の楽しい思い出が色褪せてきます。私はこんな悲しいことをやめて、お互いの文化を認め合う世界を作ると決意した一瞬です。文化の違いとは、見方を変えれば自分にはないものということです。相手になくて自分にあるもので、相手を見下すのではなく、相手にあって自分にないものを全て受け入れることから始まるのではないかと思います。私は物を書くことが大好きです。言葉は一瞬にして世界中の人の心をつなぐことができます。私は中国にいた小学生の頃から小説を書き、専門のアプリに投稿していました。アニメに空想の人物を書き加え、新たな小説を作り上げたり、私の心の中の想像上の人物を主人公にドラマに作り変えたりと、アプリへの投稿は中学1年まで数年間続きました。中国と日本、1000人のフォロワーに毎日励まされました。言葉は国を超え、私の生きる大きな支えとなりました。最近では得意な絵を生かし、絵と小説を融合させる新しい小説作りに心がけています。私だけの新しいジャンルでの挑戦を始めています。見ることでありのままの心を感じ、読むことで
言葉の持つ強さで優しさに触れてほしいと思っています。私は中国と日本の文化や歴史の違いを伝える小説家になります。幼い日から二つの国を生きてきた私にしか伝えられないこと、私だから伝えられることがたくさんあります。それを世界中の人に知ってもらいたい。中国的鲜红的花，日本的温柔的粉色的樱花，告诉这两个都是不能缺少的东西。中国の鮮やかな赤い花も、日本の優しいピンクの桜も、どちらもかけがえのないものだと伝える。それが私のなすべきことです。私の志は、民族や文化の違いに戸惑っている人のために、それぞれの国の良さを伝えられる人になって、異文化を認めは世界を築くことです。ありがとうございました。